さあ、それでは加藤選手、ここからインタビューよろしくお願いします。お願いします。こうガンバ大阪に加入をしてどうですか、実際にこの練習だったり選手のレベルだったりっていうところでこういろいろ驚きだったりはありましたか？まあそうですね、まあ、特に衝撃的だったのは、まあ、やっぱキーパーなんで最後練習終わった後の居残りシュート練とかするんですけど、はいはいはい、まあ、でも今、まあ、ちょっと怪我なんですけど宇佐美選手のシュートっていうのは、まあ、多分本当に日本一なんじゃないかなっていうくらい、すごいですね本当に、うん、もう最初全然止めれなかったというか、テンポ足の振りとかシュートの精度とかも完璧ですねやっぱり。じゃあもう今までこう対峙してきたストライカーたちとはこのシュートのボールの質というか精度がもう全然違った。そうですね、まあ、さらにやっぱりどっちかというとストライカーってよりか意外とゲームメイクなのかなとも、まあ、勝手な印象で思ってたんで、その印象からのギャップも大きかったんですけど、はい、そして片野坂監督、まあ、我々の監督熱い人だっていうのはいろいろなところから伝え聞いてますし、また実際に見せていただいてもそういうのを感じる部分っていうのがありますけれども、まあ、そうです、本当熱いっていうのはまあみんな言ってると思うんですけど、やっぱり試合前、最後の本当アップ終わってロックアウトする前のミーティングだったりとか、ハーフタイムのミーティングではすごい熱いものありますし、例えば最後勝った時にちょっとこうユーモア交えて、よしカタカタっていうこう少し場を和ませてくれるような、はい、部分もあったので、なんかやっぱり勝手に大分の時のイメージでもっと戦術家のイメージもあったんですけど、やっぱりそれも持ちつつやっぱりモチベーターとした部分も大きいかなっていう、やっぱそれがチームに与える影響って結構大きいかなって、はい、思います。今のそのモチベーターっていうお話で言うとね、今シーズン東口選手が開幕からこう戦線離脱して全てのゴールキーパーの選手たちにチャンスがあるんだぞっていうことをしっかりとこう選手起用でメッセージとして届けてくれましたよね。まあそうですね、結果的に今リーグ戦でこう3人キーパー出てるっていうのは、まあ歴代見てもなかなかないと思うんで、まあしっかり練習から見てくれてるっていうのはまあ感じますね、はい。まあ、そして今シーズンこの加入後初出場となったのがルヴァンカップ開幕戦。まあ、そうですね、本当に まず前日練習からこのサポーターの方がこう練習場周りに幕を張りに来てくださって、まあ明日大阪ダービーなんだぞっていうのをやっぱりサポーターの方から前日のから示されてますし、まあ、当日もやっぱりその、まあ、今声出しとかできないですけどやっぱりそこの熱い思いっていうか気持ちっていうのはやっぱり、まあ、ピッチに立ったら伝わるので、まあ、なのでなおさらやっぱりちょっと勝ちたかったんですけど、まあ、少し難しい試合で、まあ、負けてしまったっていう、はい、悔しかったですね、はい。まあ、そういう悔しさっていうのがね次につながるきっと大きな糧になっていくと思いますけれども、ただ今シーズンそのカップ戦だけではなくサガン鳥栖戦 J1 リーグの初出場というのもありました、はい、どうなんですか、まあ、あのカップ戦をもう経験しているっていうところでこう緊張だったりっていうのはもうやっぱりなかったですか？まあそうですね、まあ、もともとあんまり緊張しないというかあんまり緊張、分かんないタイプだったのでいやまあ本当早く試合出たいとは思ってたんで、まあやっと表現できるかなっていうその楽しみっていうのが大きかったです。じゃあもうその一言っていうのは本当待ってましただったんだ。まあ本当そうですね、はい。そしてそのサガン鳥栖戦、まあ、の試合の方は1対2、敗れてはしまいましたけれども、この危ないシーンをね防ぐプレーなんていうのもありましたし、まあ、今シーズンは特にあのキーパーそのディフェンスの面だけではなくオフェンスでもしっかりと絡むっていうところを求められてると思いますけれども、まあ、そうですね、自分の強みは攻撃のところにもあるので、まあ、ただ鳥栖の試合に関してはゲームプラン的にはやっぱりこうまあ下からつないでいくというよりかはやっぱりもう、しっかりパトリックなり相手の背後にボールを入れていって相手コートでサッカーをやろうっていう、まあまあ簡単に言えばそういう形だったので、まあどっちかで自分がこうつないでいくっていうプレーは少なかったんですけど、まあその中でもやっぱりキックの質だったりとか
まあ、チャンスがあった時しっかり縦パス通す、自分から縦パス通すっていうのはまあ少しは出せたと思うんですけど、まあ、まだまだ特徴を出し切れたかといえばそういうわけではないかなとは思いました。はい、まあ、そういうあのご自身のこう反省っていうものを次またすぐにこう反映させられるチャンスっていうのが今度は天皇杯でもありましたよね。この試合に関してはやっぱりもう守備のところというか立ち上がりのところで、うんうん、まあ、やっぱりチームとしてやろうとしていた守備っていう、うん、やっぱり前からプレッシャーかけてしっかり人に当ててってボールを奪い切るってところがやっぱできてなくて、自分もまあ修正できずにというか、個人のプレーもそうですしチームとしてこう修正できなかった、それでできないままそこで2失点してしまうっていうのがやっぱ自分の課題というか、まあそこで耐えれるというか守りきれるキーパーになっていかないとダメっていう課題は、はい、感じました。まあ、そういう悔しさがおそらくね、あの今の練習のこの1分1分の重みにもなってるのかなと思いますけれども、ただ一森選手が今怪我で離脱をした、ただ今度は東口選手がさあそろそろ復帰が見えてきたんじゃないかっていうような中で、またゴールキーパーの今度は争いっていうのが待ってますけれども、いかがですかそのあたりは。まあそうですね、本当に、まあ、今全体練習戻ってこられて、改めてその東口さんのまあレベルの高さというかの目の当たりにしている中でも、やっぱり自分の武器っていうのはまあ練習の中でもまあ表現はできてると思うので、うんうんうん、まあ、あとはもうそれを続けていくだけというか。じゃあもう本当メラメラしてる感じだ。やっぱり誰もが出たいと思ってると思うし、うん、まあ、それをやっぱりもう練習、本当に練習が大事なので、うん、練習で表現していくだけですね。はい、